今日のヒーローは無四球完封で12勝目を飾りました金子千尋投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。本当にしびれるゲームでした。完璧と言っていいですか。いや完璧はないですけど、本当に相手に絶対点をやらないという強い気持ちで投げた結果が本当に完封になってよかったです。はい、今日は開幕以来のエース対決でした。ファンの方にも素晴らしいゲーム見せられたんじゃないですか。本当に開幕戦以来のその投げ合いだったので、その開幕戦の結果がどうしても頭の中あったんですけど、できるだけ考えないように無心で投げてました。金子投手、これからいい話がいっぱい出てきます。まずはこの楽天戦、去年から続く8連勝としました。 ありがとうございます。まあ、特別得意とかそういう感じはないんですけど、本当に一球一球しっかり投げた結果がそうなったかなと思います。そして7月の1日楽天戦からのここまでご自身8連勝です。 ありがとうございます。はい、僕が勝つということはチームが勝っている証拠なので本当に嬉しいですね。そして自己最多の12勝、この12個目の白星、今どんなお気持ちですか。本当に投げている時は全くそういうこと考えてなかったんで、本当に無意識で投げてたんですけど、やっぱり、今までで一つ多く勝ってたっていうのは本当にすごく嬉しいですね。その白星がリーグトップの6つ目の完封となりました。ありがとうございます。そうですね、完封という結果は本当に、しっかり投げれたと思うんで素直に嬉しいんで、はい、よかったです。このお立ち台に登る前にスタンドからありがとう金子という声も飛んでましたけども、いや本当にこちらこそありがとうございますって感じで、本当に応援いつもありがとうございます。これだけの嬉しい報告、一緒に喜んでくださるファンの方に改めてメッセージをお願いします。本当にいつも球場まで応援ありがとうございます。本当にまだまだ、諦める位置ではないので、最後までしっかり、一生懸命やっていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。おめでとうございます。今日のヒーローは金子千尋投手でした。